思ったより弱かったわね。さすが我が花嫁、自ら懇儀の場に足を運ぶとは。いや、愛してまずい。まずい、敵だ。負けないわ。これなら満点だね。嬉しい。お、ここは、レナ、どうして君が。あれ、元に戻ったのね。クロードさん、私を連れて行ってくれませんか。レナ、レナ、今村長様が言いましたよね。私もお手伝いしたいんです。最近は随分冷え込むようになったわい。レナ、気をつけて帰るんじゃぞ。大丈夫ですよ、私の家はすぐそこなんだから。迷惑でしたか、一緒に行くって言って。いや、そんなことはないよ。あの、私。え？なんじゃ、まだ帰っておらんかったのか、レナ。おやすみなさい。お帰りなさい、レナ。ただいま。あのね、お母さん。ん？なに？クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってくれるって。あら、本当に？うん、それでね。
私もクロードさんと一緒に行こうと思う。レナ、そんな、なんで？いくらクロードさんでもたった一人じゃ大変だと思うの。土地勘だってないんだし。でも、レナ。ううん、違うの、お母さん。私ね、本当は。夜分遅くすまない。ウェスタヤ、ちょっといいかの。はい。私、ちょっと外の空気を吸ってくる。道中気をつけるんじゃぞ。大丈夫です、クロードさんが一緒なんだから。そうじゃな、レナ。お母さん、心配しないで、私は必ず戻ってくるから。ただいまを言うために行ってきますを言うの。ええ、そうね。レナお姉ちゃん、早く帰ってきてね。ありがとう、ルシオ。いい子にしてるのよ。うん。ほら、クロードさんが待ちくたびれておるぞ。早めにクロスについておきたいんじゃろ。もう行かないとな。クロス城のクロス王に会えばいいんですよね。そうです。私の紹介状を見せれば信用してもらえるでしょう。最新の情報も手に入ると思います。大丈夫、クロスの王様なら私も知ってますから。行こう、レナ。行ってきます、お母さん。行ってらっしゃい、レナ。辛かったらいつでも戻ってきていいのよ。ここがあなたの家なんですから。うん。クロードさん、よろしくお願いします。はい。やっぱりもう地球には戻れないのかな。クロードさんの声だわ。大地に足をつけないでどうやって歩くのかしら。地球は便利にすることだけを一番に考えて、大切なことを見失ってるんだ。この星の人の方が幸せそうだもんな。やっぱり人間はこういう生き方をしなくちゃいけないんだな。クロードさん、何かとても難しいことを話していてよくわからないわ。昔の地球も
こんな感じだったんだろうな、その時が来るまでは。クロードさん、何か真剣に考え事をしているみたいだわ。そっとしておいてあげよう。なんとかなるかな。た当たれ。は意外に弱かったな。敵よ、気をつけろ。僕らの勝ちだな。敵よ、気をつけろ。じゃあいて、じゃあはじゃあ意外に弱かったな。敵だ、気をつけなきゃ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、意外に弱かったな。敵だ、準備はいい？僕らの勝ちだな。敵だ、気をつけなきゃ。はあ、た当たれ。よっ、これなら満点だな。